紀元前510年頃のアッティカクロエシキアンフォラ。大牛の背に乗って、後ろを振り返るエウローペーの姿が描かれている。ビュルツブルグ、マルティン・フォンワーグナー美術館所蔵。ティツヤーノ・ベチェリリオの絵画、エウロペの誘拐イザベラス・スチュワート・ガードナー美術館、所蔵。リベラーレ・ダ・ベローナによる、カッソネイタへ、エウロペの略奪。ルーブル美術館所蔵。エウローペーは、 ギリシア神話に登場する女性である。ラテン語ではエウローパ。日本語では長母音記号を省略し、エウロペ、エウロパとも表記される。地名のヨーロッパや、木星の衛星、エウロパの名の由来である。フェニキアの古代都市テュロスの王、アゲーノールとテーレパッサの娘で、カドモス、キリクス、ポイニクス、タソスと兄弟。ゼウスとの間に三人の息子、ミーノース。 ラダマンチュス、サルペドオンを設けた。エウローペーは本来ミノア系の大地の女神だったと考えられているが、もともと神話中の人物だったエウローペーが、クレータ島にいた女神と同一視され崇拝されるようになったという説もある。テュロスの王女として生まれたエウローペーは美しく成長した。ある時、彼女を見たゼウスは一目で恋に落ち、 彼女を誘惑するために自身を白いお牛に変え、エウローペイが、次女と花を摘んでいる時に近づいた。そして白いお牛を見つけたエウローペイがその背にまたがると、白いお牛は海を渡って、エウローペイをクレータ島へと連れ去った。そこでゼウスは、本来の姿を表し、エウローペイとの間に、ミーノース、ラダマンチュス、サルペイドオンを設けた。その後、クレータ王、 アステリオスが三人の息子たちの義理の父になった。ゼウスは、エウローペーにタロースと必ず獲物を捕らえる猟犬と、亡くなることのない投げ槍の、三つの贈り物を与えた。その後ゼウスは再び白いお牛へと姿を変え、星空へと上がり、お牛座になった。また、エウローペーが海を渡った西方の地域は、彼女の名前から、ヨーロッパと呼ばれるようになった。なお、 エウローペーの兄弟たちは彼女を捜索する旅に出たが、発見することができず、それぞれが赴むいた土地の支配者となった。特に有名なのは、カドモスでトラーキアに留まった後、ギリシアに渡り、テーバイ師を創建した。エウローペーは古代ギリシアローマ時代には、壺絵、モザイク、フレスコ画などで描かれた。それらの多くはお牛に変身したゼウスによって、 エウローペーが連れ去られる場面を描いている。この点は、ルネサンス期においても同じだが、しばしば宿根、会場進出、領土拡大、子孫繁栄などの意味ともに描かれた。宿根の例としては、リベラーレダ・ベローナが描いた滑走音の遺体絵が挙げられる。滑走音とは、婚礼用の家具で、その細長い側面に海を渡る大牛とエウローペーの姿が描かれている。 1566年には、コジモ一世の子フランチェスコとジョバンナ・ダズブルゴとの結婚を記念する祝賀パレードの雑誌にエウローペーが描かれた。その一方、ジョルジョ・バザーリがパラッツォ・ベッキオの室内装飾で計画したユピテルの間のタペストリーのように政治的な意味を伴うこともあった。このタペストリーにはエウローペーが描かれたが、その意図についてバザーリは、 コジモ一世がピオンビーノを占領したことによって、フィレンツェがエルバ島に進出したことを表すと説明している。エウローペーは、オウィディウスの変身物語をはじめとする文学作品に挿絵として描かれ、ルネサンス以降、西洋絵画においてもエウローペーは人気のある主題となった。絵画の多くはオウィディウスから主題を取っており、エウロペの略奪あるいは、 エウロペの誘拐などと題されている。最も有名な絵画作品はベネツィア派の巨匠、ティツィアーノ・ベチェッリオのエウロパの略奪だが、ここに描かれたエウローペへのポーズは、文献的、図像的に説明することが困難であるため、画家の独創によるとみなされている。同じベネツィア派のパオロ・ベロネーゼは、異児図法を用い、お牛がエウローペを連れ去る過程を、前景、中景。 後継の三つに分けて書き込んでいる。また他にもよく知られたものとして、グイドレーニ、レンブラント・ファンレイン、クロード・ロラン、ギュスターブ・モロー、20世紀に入ってからは、フェリックス・バロットン、バレンティン・セロフといった画家がこの主題を描いている。ありがとうございます。